皆さんこんにちは。元参議院議長で宝塚歌劇団出身の女優だった扇千景さん89歳が2023年3月9日午前7時56分食道移設後部がんのため都内の病院で亡くなったことが分かりました。同月13日松竹が発表しました。夫は歌舞伎俳優で2020年11月12日に亡くなった坂田藤十郎さんです。長男は今回喪主を務めた中村鴈治郎さん、次男は中村扇雀さんです。すでに近親者のみで密葬を執り行っており、本葬は同月27日に東京増上寺で行われる予定だとしています。扇千景さんは1933年5月10日生まれ、神戸市の出身です。1954年に宝塚歌劇団に入り、八千草薫さんと共に映画戦火に編入され、同年に映画「解決坂」で女優デビューしました。1957年に退団し、翌1958年に歌舞伎俳優中村扇雀現坂田藤十郎さんと結婚しました。扇千景さんが宝塚歌劇団時代に映画「海の子扇田」で共演したのをきっかけに結婚したそうです。1年後にドラマ「君は今何を見つめている」で復帰し、芸術祭個人奨励賞を受賞しました。その後もドラマ「玉揺らぎ」や映画「神々の新規欲望」などに出演し、1973年から1年間フジテレビ系3時のあなたの司会を務めたこともあります。フジフィルムの8ミリカメラの CM で私にも映せますのフレーズが人気を集めました。1977年の参議院議員選挙では福田赳夫首相らの要請を受けて自民党から全国区で立候補し、79万票を得て初当選しました。1994年には小沢一郎衆議院議員の新政党に入党しましたが、新進党、自由党を経て2000年に保守党を結成し初代党首となりました。2000年に森喜朗内閣で建設大臣として初入閣します。その後初代国土交通大臣を務めましたが、2003年に自民党に復党し、2004年に参議院議長に就任しました。初めての女性の参議院議長でした。2007年に政界から引退し、その後は梨園の妻として夫の坂田藤十郎さんを支えたといいます。坂田藤十郎さんの出演する劇場に姿を見せ、ひいき筋の来客などに対応することもあったそうです。2014年には創立100周年記念で創設された宝塚歌劇の殿堂で最初の100人の一人として殿堂入りを果たしました。2016年に検査で乳腺にできる初期の乳管がんと診断され、がんの部分切除手術を受けていたそうです。術後の放射線治療を19回も受けましたが、坂田藤十郎さんは地下鉄に乗って見舞いに通ったといいます。2020年11月12日に坂田藤十郎さんが亡くなりました。翌2021年10月に都内で行われた偲ぶ会では、やっと皆さんにご挨拶できます。芝居のことしかわからない人でしたが、皆さんに愛されました。芝居好きな芝居の人生でしたと故人を偲びました。さらに、ずっと遺骨がうちにありまして、朝から晩まで出られないんです。この人がいますから。何かにつけて涙涙ですが、私もしっかりしないと。遺骨でもいいからいてくれれば嬉しいんですが、明日納骨するので覚悟を決めないと。寂しくなりますと何度も涙を拭っていたのが印象的でした。扇千景という通り名ですが、立法府の長である参議院議長としては公式にも芸名の扇千景が用いられ、国土交通大臣などの行政官としても記者会見、ウェブサイト、テレビ出演などの政府広報のような権力の行使が直接伴わない場面では芸名が用いられました。国務大臣任命の喚起、国務大臣名義の公文書などの発出、署名など権力、権限に関連する部分ではすべて本名、林裕子が用いられたそうです。宝塚歌劇団出身の女優でありながら政治家も務め、県政史上初の参議院議長も担った扇千景さん。ここからは扇千景さんの息子と孫を見ていきましょう。扇千景さんと坂田藤十郎さんの間には2人の息子がいます。長男は歌舞伎俳優の4代目中村鴈治郎さん、次男は3代目中村扇雀さんです。
一族の屋号は成駒屋で知られています。長男の中村鴈治郎さんは1959年生まれです。1967年の歌舞伎座公演紅梅曽我にて一万丸役を演じ初舞台を踏みました。当初の名前は中村友太郎で、初舞台の時は小学校3年生だったそうです。歌舞伎一族にとって小学校3年生での初舞台は遅めでした。当時幸太郎という名だった弟の千尺さんと一緒に初舞台を踏むため、弟が小学校に入るタイミングを待つことになったそうです。幼稚舎から大学まで慶応義塾を卒業した中村鴈治郎さん、1995年には5代目中村勘雀を名乗りました。20年後には4代目中村鴈治郎を襲名し、それから4年後には紫綬褒章を受章しています。歌舞伎のみならず、1978年には NHK 朝の連続テレビ小説おていちゃんに出演し、テレビ業界にも進出しています。2020年に放送開始した NHK 朝の連続テレビ小説おちょやんでは、松竹の白井松次郎をモデルとした大山鶴蔵役で出演しています。次男の千尺さんは、兄と同じく1967年の紅梅曽我で初舞台を踏み、1995年に3代目中村千尺となりました。女方として活躍していますが、扇千景さんに似た面立ちで、女装しても母親そっくりで違和感がないようです。また芸能事務所は葵コーポレーションに所属しています。大河ドラマ天と地とやサスペンスドラマなどに出演しており、テレビで見かける頻度は兄よりも多い印象があります。次に扇千景さんの孫には、中村鴈治郎さんの息子の中村一太郎さん、千尺さんの息子の中村虎之助さんがいます。1990年生まれの中村一太郎さんは、子持ち山んばで初舞台を踏みました。2016年にはアニメ映画君の名はに登場する巫女舞の創作を担当しています。中村虎之助さんは1998年生まれです。3歳の時に歌舞伎座公演両弁杉由来で本名の林虎之助としてお目見えしました。2006年にキャラ仙台萩で中村虎之助を名乗り初舞台を踏んでいます。2015年には右目の烈行腹性網膜剥離で救援し手術を受けていますが、2023年現在は回復し元気に過ごしているようです。坂田藤十郎さんは2020年に88歳で老衰により亡くなるまでひたすら舞台に生き続けた役者として知られています。上方歌舞伎を復興させるため尽力し、近松門左衛門の作品を学び直すため劇団近松座を結成するなど活動は多岐にわたりました。役者としては偉業を残しましたが、女性関係はスキャンダラスだらけだった坂田藤十郎さん、扇千景さんとも授かり婚だったと告白しています。それでも夫婦は最後まで仲睦まじかったようです。扇千景さんは銀行員木村松太郎の娘として生まれますが、坂田藤十郎さんと結婚したことで家系図は華麗なものになります。藤十郎さんの祖父初代中村鴈治郎さん、父二代目中村鴈治郎さんはいずれも名優として名の知られている人です。叔父も成駒屋の二代目林又一郎さん、宿母は大スター長谷川和夫さんの妻である林民さんです。またもう一人の叔母は四代目中村富十郎さんの妻中村よし子さんです。そして妹がタレントの中村珠緒さんです。まさに華麗なる一族といえる家系図でしょう。続いて扇千景さんに兄弟がいるのか見ていきます。扇千景さん方の家系については一般の方々の情報ですから正確なことは分かりません。ただ扇千景さんは3人姉妹の末っ子だったことが分かっています。最も下の子供で甘やかされて育ったそうですから、男の兄弟はいないことになります。また義理の妹が中村珠緒さんですので、女性の多い環境に馴染みがあるのでしょう。宝塚と歌舞伎という輝かしい世界で充実した人生を送ってきたのは間違いありません。2020年11月12日に老衰のため88歳で死去した人間国宝の歌舞伎俳優坂田藤十郎さんの妻で元女優の扇千景さんは、芸のために生まれ役者として最後まで芸に生きた人でしたと63年連れ添った伴侶を偲んでいました。自宅のインターホン越しに取材に応じた扇千景さん、口をついたのは
役者のまま一生を終えられたのは皆様のおかげです、という感謝の言葉でした。実際で初舞台を踏んでから、87歳まで一度も休むことなく、風邪もひかず、芸能人生を過ごせたことがありがたいと、現役のまま行った夫を誇らしげに語っていたのです。亡くなる前日の11日には入院先で散髪したといいます。眉が伸びるのはお年寄りみたいだ、と言って、お年寄りなのにね、と笑って振り返っていました。翌12日に容態が急変します。病院から呼吸が弱いと連絡を受けて駆けつけると、すやすや眠っていたといいます。私が見ている間に亡くなりました。まるで寝ているようで、大往生でした。と安らかな旅立ちだったことを述べています。最後の会話は夫からの謝罪だったそうです。ごめん、と私に謝ったんです。病院にいることが理解できなかったようで、どうしてこうなったんだ、と状況がわからなかったみたい。地方公演のホテルに泊まっていると思っているものですから、朝目覚めたら、楽屋入りは何時、と、舞台のことしか頭にない人で、と病床でも歌舞伎のことが一番だったようです。いかがだったでしょうか。今回は、扇千景さんの訃報に接し、これまでの経歴などを見てきました。2002年に坂田藤十郎さんが51歳年下の舞子さんとの不倫を写真誌に報じられ、バスローブの前をはだけた御開帳写真まで撮られた際、誰もが夫婦間の大問題になると思っていました。しかし当時国土交通大臣だった扇千景さんは、モテない男を主人に持ちたくないと笑い飛ばす余裕を見せました。夫の不祥事に寛大な心を見せ、自身の政治家としてのキャリアを傷つけることなく政界を渡り歩きました。そして引退後は古巣に戻るかのように離縁の妻へと大変身。どんなに辛い苦境に立たされても、愛する夫を立てるその姿はかっこよささえ感じました。ご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いいたします。